安倍菅政権の9年近くの間に壊されてきたものを従来の我が国の外交安全保障の王道に戻すと、安保法制においてですね、集団的自衛権の一部行使要請をしておりますが、日米同盟をはじめとする我が国の外交安全保障の観点から、集団的自衛権の一部行使容認という、憲法を無視した論理構成をすることなく、現状の日米同盟や我が国の安全保障は維持できるというふうに考えております。したがって憲法に反する安全保障法制の安保法制の原部分については、これは撤回をするということとは外交安全保障政策ではありません。内政問題、憲法問題です。いわゆる敵基地攻撃能力の問題については、まさに日米同盟を基軸とするしていることの一つの大きな意味で、やはり縦と横の、縦と矛の役割分担というのがある。やっぱり米国がですね、矛の役割を担うというのが日米同盟の一つの大きな柱だ、現実的な柱だ、実体的な柱だ。あの技術についても協力できることは協力すべきだというふうに思っています。一方で、ミサイル防衛、いわゆるミサイル防衛についてですね、逆に発射の場所が移動する、そして、それからミサイルの種類によってはいわゆるミサイル防衛をかいくぐるという、これは軍事競争というのは、守る側を強くすれば、盾を強くすれば矛を強くすようと相手がするということですね。常にいたすのごっこではありますが、いかにですね、相手から撃たれたミサイルを我が国の国民領土に影響を与えずに途中で食い止めるのかということについては、ご指摘の点なども含めてですね、最大限、最先端技術の開発ということについては努力をするという姿勢です。核軍縮や国際的な平和構築にさらに積極的に貢献をしてまいります。特に核兵器禁止条約の締結国オブザーバー参加を目指してまいります。粘り強い交渉をすることによってですね、アメリカにも理解を得ながらですね、工事をやめるということは十分可能である。それが可能である以上はですね、民意に従った対応をする、しかもこれが繰り返し強い民意が示されているということを考えれば、その民意に従うことは政治の責任であるというふうに。